はい、どうも、イズログです。今日は5月の、1日2日かなあ、2日か、2日だ、5月の2日です。まあ雨ですね。で、まあ一応今朝じゃなくて昨日の夜のうちに、はい、まあ、ブルーシート防湿剤の代わりにケチって買ってきました。で、防湿シートと、あとはあれかな、まあここの手直しですね。一応まあ床下調整剤の宮中の床下カラッとを巻いていこうかなと思います。で、これやっぱり問題なんだろうけれども問題じゃないと思うんだけど、はい、これまずね、床つかが2本ないんだわ本来。まあ一応あそこにも使い石あるんだけど、困ったことにこれ合わせ切りがね、これ傾いてるよ。そうだ、この大引きがね、ちょっとこう傾いた状態で、傾いた状態でこれ実はね、切れ込みが入ってるんよ。カナで削ってるから結構な力技で削って、これで水平出してるんだ。だからこれ使い石入れらんない。で、あとね、雨が降るとよくわかるけど、よいしょ、これなんで湿度があるかっていうと、あそこにもね通風口あるけど、あそこから雨がねこうやって吹き込んでくるんだよね。だからとりあえずあそこを塞いじゃわないとダメっぽいんだ。うん、塞いじゃわないとダメっぽい。はい。で、まああそこの通風口2つからもちょっとね来てるんだよね、水が。だからこれは塞ぐべきなのかというような感じです。まあね、でもその割にはあれ、梁の偽動がないんだわ。入ってるけど、それほど激しく入ってるわけではない。でもね、まあ、あそこの通風口もそうだけど、この家の不思議なところとして、全部の通風口から雨が吹き込んでるんだわ。だからどうしようかね。だからここら辺がちょっとね、湿度調整剤入れても、まあ、無駄でしょという感じになってしまってます。でもまあやらないだけはマシなんで、とりあえず1年目はここまでできることをやって、2年目からは何かをまた、手直し的な何かをやっていこうかなって思います。抜ける釘よりももう腐って
って抜ける釘の方が多いね。なので、まあちょっと時間かかりそうだね。全部腐ってボロボロだからね。まあ時間かけてやります。これが来るやつはどうもこうならんね。まあもうちょい頑張るか。はい、昼飯食ってこれから再開だけれども、やっぱね、水がどっからか流れてきてるのか、これが本当にね、どうなんだろうなって感じです。はい、あとまだこれとこれだけと、あともうちょい、どこだっけ、まあ向こうの間、向こうでね、もう一個トイレの前の部屋があるんで、まあ、頑張っていきます。半分までハグりました。いやー、でもこれもうちょい朝早くからちゃんとやっとけばよかったね。午後半日でここまで進む。今日はこれで終わりです。まあ、大体半分ぐらいハグったけど、ちょっとバッテリーとパソコンのバッテリー、ポータブルバッテリーとパソコンのバッテリーがなくなったんで、ポータブルバッテリーだけちょっと充電してきます。ではでは。